何を占ってるのさ。剣に走る星の光が途中で消え去った。この不吉な兆しが戦界に災いをもたらすかもしれない。健康は10分の3のところで遮断された。おそらく平和な日々はあと 4、5 年だろう。その時再び九州に末法時代が来る。末法時代だと。家元、それ見間違ってないかい。わしはこの年間で数えきれないほどの占いを行ってきたが、間違ったことは一度もない。ん？年間？これ茶券だけど。えオーブ、100年前からずっと言いたいことがある。ごまかすんじゃねえ。前から女神かけろって言ってるだろうが、このクソ禁断じじい。それ言い過ぎ。さっさとわしに位を譲って引退しろ。皿のような恥さらしに家元を任せられるか。さっきのでかいのはほうき星？もう大丈夫なのかい？先ほど九州大陸は末日とすれ違った。少なくとも末法時代ではないようだ。だがその時、九州の小さな村に時を超えた魂が降り立った。災い転じて福となす。すでに12年の時が経ち、九州とすれ違ったほうき星を覚えている人はほとんどいない。危機の後、こっそり九州に訪れるのは終戦界の黄金時代。この町の特別なルールがあるのさ。あんたらの勝手じゃない。おととい、ある兄ちゃんがVIPルームに無理やり入り込もうとして、霊剣派の人に切られて死んじまったよ。うるせえ。そんな脅しに乗るか。うちの若をVIPルームに泊まらせやがれ。何か問題でも。おとといのように切り捨てるか。いや、初心者に町のルールってのを教えてたところさ。挑戦大会までまだ日があると思っているようだが、この町に入った時からすでに始まっている。今年からの特別ルールだ。先ほどVIPルームに泊まるのは勝手ではないと言ってましたね。つまり特殊条件を満たせば
泊まれると。お兄さん頭いいね。確かにビップルームに泊まるには準入券が必要なんだ。準入券？残念ながら準入券はこの町にたった1枚しかない。そいつはどこで手に入れる？そう知らないね。今しがた霊剣派の人が言ってたろ、町に入った時から始まってるって。何らかのミッションをクリアすれば手に入ると同時に商戦大会のポイントも加算されるということですね。なるほど、そういうことか。準入券ってこれかい？これがあればビップルームに泊まれるんだよね。あれがそうっすか。さあビップルームへどうぞ。じゃ遠慮なく。1枚しかねえんじゃもう終わりか。残念だったな。どうやって手に入れたんだろう。どれも良い品だ。金を払ってやれ。おかわり。ルームサービスならいらないよ。雨音の中でも気配を感じ取れるのですね、あなたは。雲台帝国出身、カイ・ウンホと申します。僕も商戦大会の参加者です。先ほど泊まり客の名簿を拝見させていただきました。オーリクさんですね。何のよ。あの準入券を手に入れたいきさつを。あの、明日一日召使いやってくれれば教えてもいいよ。ええ、一日だけなら。おいでおいで、カイちゃん。俺様の活躍をたっぷり教えてやるから。教えたくてしょうがないわ、この人。町の入り口にやたら話しかけてくるじいさんがいて、でも何喋ってるかわからないから誰も相手にしないんだ。俺様は考えた。じいさんは話し相手が欲しいんじゃないと。喋りっぱなしで喉が渇いてると思い水をあげてみた。ああ、そのおじいさんなら僕もお水をあげましたけど、まだ満足していないようなので天津屋のお姉ちゃんをナンパした。え、ナンパ？恥ずかしくてナンパできないって言うから買い物にかこつけて連れてったら、なんとじいさん大喜び。そんで準入券をくれたのさ。なんか悔しい。これを掛け金に。大金だね。前回あれだけ惨めな負け方したってのに。今度は何で勝負するつもり？1日以内にゆで大根を100本売ればお前の勝ちだ。もし負けたら私と一緒に霊剣派に帰る。大根たったの100本だろ。負けるわけないね。ただし一つ条件がある。大体こんな高い大根誰が買うってんだよ。あの野郎はめやがったな。いい天気だ。カイちゃん早く。いや、なかなか重いですね。よっ、おかみさん。どうしたの？大根なんか売り出して旅館潰れちゃうの？その喧嘩食ってやろうじゃないか。ボッシャバー。大丈夫かい、あんたら。バカ王中め、やっと来たか。ボッシャバー、ようやく会えました。町に入った途端ゴロツキに絡まれて荷物を全部奪われました。旦那様に頼まれた食費も何もかも。ボッチャマ、おかみさん、大根は全て売ってあげる。その代わりに商戦大会までの食事を頼む。どう？面白いわね。やってもらおうか。霊剣人はこの霊剣山の麓にある町だから、当然仙気あふれる特産品がないわけがない。その中でも一番はこの女家旅館出品の金霊大根、霊剣派推薦の栄養食品です。
商戦大会前の今だから1本たったの998ロ。早いもん勝ちだよ。おいしそうだな。ちょっと高すぎですね。どうする、はい、3人分買ったらすっからかんだぞ。一つを開けるか。売れませんよこれじゃ。坊ちゃまの考えはいつも突拍子もないんですが、言う通りにやると必ず成功するんですよ。あ、坊ちゃまが来ました。さあさあ、こんなチャンスはめったにないよ。ここの大根全部もらうわ。お客様、うちの大根はお一人様3本を。お客様の気迫がすごいです。ただものではありませんね。もしや唯一ミッションをやり遂げて準入権を手にしたオーリク様。おみんなはこの商戦大会に参加し、霊剣派の門弟を志す受験者です。もちろん霊魂のことも知ってるでしょ。普通の人でも単役なので霊魂を持てますが、霊剣派に入門するには未修行かつ霊気清らかなものだから、世俗の気を持っている人を霊剣派は認めないんです。俺の調べたところ、この白金霊大根は世俗の気を浄化する作用があるのです。こんな秘宝のような大根、普通なら1本1万両はするでしょう。店主が超サービスしているのをただ見ているほど愚かなことはありません。使った約束通りうまいもん作ってあげたよ。うわー、ぼっちゃまよかったですね。少しずつ食べてね。え、大会前の食事はこれで全部だから。あと3日もあるんですよ。おかみさんケチすぎ。第一3日も持ちませんよこれ。ああ、それ以外の謝礼もあるよ。これをあげるよ。こんなちっちゃい巾着袋、やっぱりケチ。嫌なら捨てていいよ。鍵と銅線が1枚。もしかしてこれはおかみさんの部屋の鍵。体で坊ちゃまに恩返ししたいとか。おちゅう、お前そんなやつだとは思わなかったわ。ただの冗談ですよ坊ちゃま。そんなに真面目に突っ込まないでくださいよ。あの子、この先の商戦大会が楽しみだね。この3日間、残飯食ってたけど鮮度は保ったまま、どれも美味しかったな。おかみさんの持ってきた弁当箱に何か。お、坊ちゃま待ってください。はあ、さすがにすごい人数だな。見て、何か来る。これより商戦大会本戦を開始する。最後まで通過できた者だけが入門することを許可される。入門試験は大変厳しいです。まず最初の試練はこの近境を渡ることです。それが修仙の道の第一歩となります。簡単じゃねえか。わかったな。一番無理ですね。結界。でもほら、あの人橋に乗れてるわ。この橋は12歳以下のものしか乗れない。お供と年齢オーバーの方もお帰りください。ちっ、そんなにも飛ぼうんだよ。どうする、村には帰れないし、ここで働き口を探すかね。行くぞチューちゃん。はい。今年は何人ぐらい合格するでしょうね。例年通りなら 2,3 人というところだが。そうでした。今年の試験はあの方が作ったんでしたね。ひっくちほえ。最終的にとんでもない結果にならなきゃいいんだがな。王さん、のちょっとお待ちください。お前12歳以下なんだ。見た目15だけど。あ、いやまあ別に用ないでしょ、ついてこないで。僕と同行しません？同行？そうです、お互いに協力し合いましょう。入門試験には必ず困難な危険が満ちているはず、うんうん、そんな時仲間がいればお互い助け合うことでいろいろ有利だと思うんですよ。助け合う？え、
俺様が助けが欲しいとでも思っているのか。ダッハハハ、冗談だよ。けどさ、カイちゃん、助け合いは多分いらないと思うよ。このオーリク様が君を守ってやるよ。同門弟子になっても面倒見てやるからね。うちのチューちゃんと同じくらい非力だもんね。はあ、僕ちん、この先一人でやっていけるのかな。まあ、カイちゃんがどうしてもって言うんなら、仲間として手伝わせてあげてもいいよ。仲間？坊ちゃま、ちょっと、待って、ごめんなさ。どこさ見てんだ、てめえ。この橋は12歳以下しか乗れないのに、このモンスターは一体。俺に向かってくるか、言い抜かしたっぺな。君、その辺でもう許してあげなさい。許してんじゃねえ。まさか、おめえ様は。足早いね。すごい、坊ちゃまがモンスターをビビらせてしまいました。いや、ビビった相手は多分俺じゃない。ん？ん？行くぞ、チューちゃん。はい。カイちゃん、なんか隠してる？いえ、何も。なんてくださいよ、坊ちゃま。はあ？はあ？ねえねえ、カイちゃん、結構重いですよ。聞いてます？まあいいけどね。この橋は平らで広いんだけど、終わりが見えないんだよな。あ、霧が出てきた。ますます見えないよ。どこまで行けばいいのよ。ただの嫌がらせじゃん。ダメダメ、行ってられないぜ。だいぶ脱落しそうですね。人数は減った方が見守る我々は助かるがな。こいつは呪われた容器だ。どういうことだ。直に水を汲もうとするとこうなる。金で交換するしかないらしい。なぜ金で交換するって知ってる？ここに交易って書いてあるだろ。さっき誰かが金を入れてみたら、そこの竹筒から水が出た。なるほど、実践から真の知識が生まれるってことね。でもお前ら本質が分かってない。なんだと？どういうことだ。こいつ靴の底の土を入れやがった。貴様、何の真似だ。俺より注ぎ口を見てろよ。金だ。なんで土が金に。お前ら容器の底にある五行図に気づかなかった？木は水によって養われる。木は燃えて火を生む。物が燃えれば後には灰が残り、灰は土に帰る。鉱物、金属の多くは土の中にあり、土を掘ることによってその金属を得ることができる。金属の表面には凝結により水が生じる。自分の考え通りか確かめるために土を入れてみた。結果は見ての通り。これは五行物質転換器だ。原理は簡単だ。ひょっとしたら霊剣山の家元の娘のおもちゃかもね。丁寧に五択並べてくれたけど、オイラたち喉なんか乾いちゃいねえし、水なんか必要ないね。いいや、俺たちは今何をしてる。商戦大会だ。意味もなく、こんなものが置いてあるものか。この水を手に入れ次へ運ぶこと、それがミッションだとしたら。水を手に入れるったって、金なんかないし。町まで戻って土を持ってくるのか。俺たちが今どこにいるか忘れたか。近況だ。取っちゃダメだって誰も言ってない。こいつを使うのが一番手っ取り早いのだ。そんな簡単に掘れるもんじゃねえな。もう掘れば余裕になるわ。頑張って。無理。私たちは掘らなくていいんですか。チューちゃん、風呂敷開けて。はい。わあ、すごいです。このことを分かってて弁当箱を持たせてたんですね。おかみさんのおかげだ。もう行くのかい。弁当箱を返す。その弁当箱の下地は金の板だよ。やるよ。水に変えるかもね。おかみさんは絶対この商戦大会と関係がある。つまり
霊剣派の人間ってことか。この子だけ金を掘らずに近道できた。点数も大幅に増えたろうね。おまけにレイちゃんの助けまでもらえるなんて運も持ってるようね。今年の試験はわっちがじっくり時間をかけて作り上げたから、こんなラッキーは続かないさね。どこまでやれるか見せてもらおうかね。あ、そっとそっと行ってきたりとも。こぼすんじゃねえぞ、ボイス。やめた、こいつごと運んだ方が早いべ。出番ですかね。そのような。お茶まこれ以上はもう無理です。私を置いてってください。休んだら早く追いついてこい。ぼっちゃま、お前を捨てるわけねえだろ。足を引っ張るのね。走れ、カイちゃん、ジュウちゃんを抱えて。あ、わかりました。桃源郷の果てに霊剣山で待ってるぜ。